ザシュです。さて本日は上級ジョブの武芸家というものを守っているボスの豪武将ウィンフィールドと戦いたいと思います。なんか名前から聞くにごついいかついおっさんが出てきそうな感じですけど、実際には 2B に似たようなおばす失礼おばさんです。メンバーはこんな感じでございます。全員レベルは低めで、みんな2章突入前ですね。1章クリアしただけ、まだ2章全部やってません。その状態で倒します。思いっきり序盤ですが倒せます。前に上級ジョブの魔術師を守ってるドライサングさんを倒したんですけど、その時にちょっとコメントいただきまして、ジョブオフィリアとアーフェンのジョブ関係逆にした方がいいんじゃないかという指摘があったので採用させていただきました。ありがとうございました。で装備はこんな感じでございます。序盤なので、最強クラスの防具武器は、装備できないんですけど、それなりに強くはありますね。もうほぼ回って一応集めて装備はしております。でウィンフィールドは物理攻撃しかやってこないので、物理を固めた方がいいですね。特に今回の作戦ではオルベリクの物理防御を高めるのがいいと思います。こういったのを装備して、でもう完全に物理特化の装備になってますね。でサポートアビリティはこちら、あんまり大事なものはないかな。今回一番大事なサポートアビリティはもうこれだけですね。反撃、これは大事、これを積極的に使った作戦になっております。できればオルベリクが最初に行動してくれた方がありがたいので、最初オルベリクは必ず剣を装備しているという形なので、最初の時だけのためにこれを装備させてます。もちろんこれで攻撃しませんよウィンフィールド物理攻撃しかしてこないので、稀に対象の物攻を増加ってことになってしまうともう最悪なので、行動速度を上げるためだけにこれをつけてます。後でこっちに杖に変えます。今オールベルクは学者にしております。でトレサは今盗賊ですね。盗賊は物理攻撃ダウンと物理防御ダウンの効果を使えますので、これですね。で縛り内容はこんな感じです。商人が使える物理攻撃を必ず回避してくれるという緊急回避、あれ今回の作戦ではいらないので、一応封印という形ではありますけど、実際にはいらないっていうのが正解です。でドライサング戦と同じようにやっぱりお金はいります。傭兵呼びの小兵を呼んで、ブレイクしたら思いっきり殴っていくという形ですね。でオフィリアさんはこの人連れてきてます。酔いどれ兵士、これも結構要になってくる。では行きましょう。ここは武芸家の守護神豪武将ウィンフィールドの祭壇である。たどり着きし旅人よ、失われし武芸家になる資格を問おうぞ。はい、さあ開幕どうなるか。だいたいウィンフィールドの方が早いけど、どうなる？おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあオルベリクはブーストかけて防御します。これねチュートリアルには特に書いてないんですけど、味方への物理ダメージをかばうっていうことになってるんですよ。なので基本的にはウィンフィールドの攻撃をオルベリクは一手に引き受けてもらうという形ですね。でそれでさっきお見せした反撃ですよ。あれは踊り子は覚えられるサポートアビリティなんですけど、それで反撃してウィンフィールドのシールドを削っていくという形になりますね。でウィンフィールドの弱点武器は杖です。で反撃の武器どうなるのかと言いますと、今やったら剣です。でこれ切り替えて今槍に切り替えました。これやったら槍で、今学者装備させてますので今杖を装備できます。これだったら杖になるという形ですね。でこの状態で防御、さあどうする、
次攻撃きますので、トレサはブーストかけて盗賊にしてますので、盗賊の技でコウモリ、ここでブスコーダウンをやっていく。発動した。 OK、まあ、こんな感じですね。行きましょう。うん、さ、まあひょっとしたらオルベイク次に死んでしまう可能性もありますので、本当は火星をしたいところなんですけど、オルベイクの体力を回復させておきましょうか。かかってきな。でアーフェンは調合、飛躍の素材拡散で雑魚の樹液、これやるとシャワー、素晴らしいでしょ。味方全員のブーストポイント2ポイントずつ回復というね。でまたオールベイクの番回ってきたので、ブーストかけて防御、ちょっとどこの回復をしたいところだが、まあしゃあない。 OK、 反撃の構えか。でこれは物理攻撃をやると反撃してきます。まあ大体死にますね。9999とかたまに食らいます。ただ魔法やったら大丈夫ですけどね。アーフェンはどうしようかな。調合で飛躍の素材毒ミリ、毒リミキ、これでオルベイクの体力回復して毒も回復、まあこれでいいか。行きましょう。一応慎重に。オフィーリアどうしようかな。まあ、火星するか。あ、今反撃のカバーやってんのか。うーん、やめとくか。一遍ブーストかけて、まあ、商人してますので傭兵呼びで、普通の傭兵呼びましょう。これで味方全体にブスボーアップの効果つけてくれますので、皆さんお願いします。私の番。まあこれではカウンターは発動しませんね。さてトレサは一遍ブーストかけてブスボーダウンの袋を使いましょう。ここからが本番。オルベリクは杖で攻撃してブレイク取ろう。はい、かかってきな。ターンの最初の人がブレイク取るのが一番理想ですね。そうすると今この3人が行動できるし、で次のターンもあのウィンフィールドはスタンでピヨって何も行動できないので、今度は4人が行動し放題、最大7回行動できるということなので。シャワーをするか。シャワーでいいか。シャワーしよう。シャワー、間違った。激物じゃない。こっち。シャワー。頑張ります。じゃあ、オフィーさん。ブーストかけて、勝利の技。傭兵呼び、歩兵。これで、思いっきり HP を削っていく。ズバッ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 。ドライサングの時は 6000×4 回でしたけど、やっぱりウィンフィールドはなんか物理特化みたいなんで物理防御高い。でウィンフィールド体力20万なので、まあとりあえずドライサングよりはるかに強いですね。同じ上級ジョブを守ってるボスにしてはなんかえらい強さの違いがすごい出てますね。神にもランクがあるんだべ的な。じゃあトレスさんも商人でございますので、傭兵呼び公平行きましょう。さあアーフェンはどうしようかな。うん、迷うね。迷っちゃうね。シャワーでいいかな。シャワーすっか。シャワーでいこう。シャワー行きましょう。でオフィーにまたやってもらいましょう。皆さんお願いします。でトレサは今ブツコーダウンがあと1ターンしか残ってないということで、次のターンはブツコーダウンになってないというわけなので、もう一回ブツをかけてコウモリ使ってもらおう。覚悟はいいか。でオルベリクはブースト防御、いいね。弓攻撃が一番ありがたいね。でウィンフィールド、シュートポイント8ポイントになりましたね。次ブレイクすると今度はなんと12ポイントになります。非常に厳しいです。でも耐えられる。
ここは普通の防御にするかな。まあそれでいいか。頑張ります。オフィリアはそうそう酔いどれ兵士来てもらおうか。臭い息を使ってくれるかどうか。どうだ。あーダメか。まあいつかは使ってくれるはず。トレッサーはまた傭兵呼びで仏棒をアップしようか。お金に止めはつけないわ。よっしゃ。じゃあアーヘンは粘着しようかな。粘着糸。調子乗んなよ。そうそう毒にしたいんやけどな。そうだ。まあ、またブースボーギョド。どうすん。それでは。オフィーさんまたここでいいか。ほい。皆さんお願いします。おっよし。よっしゃ。これでかなり勝率上がった。かなり難易度下がりました。アーフェンどうしようかな。次でブレイク取れそうなんやけどな。まあ毒にしてくれたから今毒はやめてシャワーしよう。シャワーで仏棒ダウンが今ないので、うん、ブーストかけると今トレサがね、普通の袋にすっかしゃあないな。1ターンしか持たへんけど。うわあみんな食らってるな。せっかく暗闇したのに。あーこれやったらまたブースト防御にするか。じゃあもう一丁袋で。それでは一遍ブーストでまた傭兵呼びしようか。皆さんお願いします。よっしゃ。普通に回復しましょうか。これでほらよ。おおいいね。一回ミスになった。よっ、うん、その程度かその程度か。ブレイクしたか。あ、なってない、なってない。オッケーオッケーオッケー。これはいい、これはいい。ここでブレイク取れば最大7回行動できる。いいね。よし、ここでブレイク取ろう。よっしゃ。今アーフェンか。防御にするか。オールベリク直すか。ほらよ。負けません。仏棒ダウンはなってるよね。オッケー。行きます。行けー。皆さんお願いします。あー次どう切れるのに。うーんいいか。あちゃあちゃ、コヘ。お金に止めはつけないわ。それではさあオフィリア何しようか。ザクロ使おうか。特大でトレッサに投げる。これを。まあ、帰っちゃったらアーフェンはさてと毒処方を使おうか。よっしゃ。毒ですよ。こいつは行くぜ。ここからが本番だ。今黄色か。な次のブレイクでなんとか倒せそうだな。いけそう。ほな普通にブースト防御を。どうすん。さあトレッサは仏鉱ダウンは2ターンか。でもフルブーストやっちゃおう。コウモリセイ。さあこれでシールドは12ポイントになる。よし。いや暗闇の効果でかいね。またブースト防御。なトーレスはまたブーストかけてブースト防ダウン袋やりましょう。それでは
オフィーさんは、また加勢するか。もう暗闇があと1ターンで消えてまう。このターンで消えんのか。なんか臭い気やってくれが、やってくれたらありがたい。あーダメか。よっしゃ。粘着は3ターン。まあどうしようかな。だから超激物使って、ウィンフィールドは杖以外は属性ですね。氷、風、闇か。いや、ブドウの樹液たくさんあるので、超激物の素材を使えば3回やってくれます。どうよ。オッケー、これでシールドを いっぺんに削れた。ここからが本番だ。ロスン。それでは。オフィーさんは回復するか、まあ防御上げるか、普通に。皆さん、お願いします。なかなか臭い気やってくれへんな。結構重ね掛けしてくれたんやけどな。私ウィンフィールドをもう16体くらい倒してシミュレートして、結構臭い息1回使ってくれた重ね掛け何べもやってくれたんですけどね。今回運悪すぎる。ブツコーダウン、ブツボーダウン結構あるし、何しようか。なんかやることねえな。まあまだちょっとブツボーアップするか。お金に止めはつけないわ。かかってきな。トレーサーの BP 回復するか。飛躍の素材と、普通の飛躍の素材とザクロの樹液使うと4ポイント回復できます。ほらよ。わあ食らった。まあしゃあないな。ここまで来ますか。やっちゃいますか。こうなると粘着無視するんですよね。粘着糸無視してこういうことになる。じゃあ普通にブースト防御と。さあどうする。なオルベイクの体力心配ですので、ブドウで。これを。行きましょう。一回か、頼りねえな。なオフィリア攻撃するかな。ちょっとシールドを削りたいし、ブーストをやりすぎかな。迷うね。迷うな。どうしようかな。もし反撃してこのターンでブレイクしてしまうともったいないしな。まあ一回だけ削るか。ああ、何もやってくれない。何もやってくれない。ほんならオルベルク回復。そうだよ。おっと、珍しいな全体攻撃。ここからが本番だ。しゃあないな、このターンも様子見するしかない。ブースト防御行きましょう。普通に回復するか。癒しの奇跡を与えたな。なかなかやってくれへんな、臭い気。畜生。さてと。あ、次で、あ、もう、ね、粘着切れるんか。この辺までやって粘着使おう。調子乗んなよ。私の番。トレサは、BP もう特大やるか。これを。またこれも珍しいな。まあ次でブレイク取れる。あ、オッケーオッケー。行動無駄にしやがったな、バカめ。よし、ほんならこれでブレイク取れるし、もう次で終わるでしょう。よし、これで終わるはず。それでは、ブーストかけて、もう火星とかもういいや。まあ一回でも臭い気使ってくれたから、まあいいでしょう。皆さん、お願いします。さてと、まあ普通に BP 回復のザクロ大でいいか。まあいいな。ほらよ。
行くよ。ここからよ。もうあと逃げ切くらいで、あーさすがに無理か。さすがに無理っぽいな。お金に行かないといけないわ。次の逃げ切で行けるかな。それでは、うん、赤やし次の逃げ切で行けそう。よし、次でいけるはず。次でいけるはずですし、普通に BP 回復のザクロで、ほらよ、トレサのブースト3にして、さあ、ちゃうちゃう、よし、これでいけるはずだ。行ってください、お願いします。いけ、よし、イエーイ。どんなもん、やりました、やった、倒しました。ふう、楽しかった。その他に武芸家の心を授けよう。やった、念願の武芸家を手に入れたぞ。これはね、あの全部の武器装備できるというとんでもないやつです。なのでアーフェンがつけると、まあ、なんちゃってギルガメシュ的な。貴様がどれだけの曲芸を見せようと我が財の数にはかなうまい。攻撃アビリティもこんな感じですね。これは千本槍の剣バージョンですね。これは、大切断の全体バージョンってことですね。大切な覚えてねえや。これ敵単体、これは敵全、これは敵全体。これなかなか面白いな。敵単体に武器でダメージを与える、使用した武器は破壊される。またこれ強力なんやろな。奥義は何やろ。奥義は豪武将ウィンフィールドの方向、持ってる武器で全部攻撃か。1、2、3、4、5、6、この6種類の武器で、まあ、6回攻撃やってくるっていう技らしいですね。敵の弱点調べるときにも結構便利そうですね。はい、ということで倒しましたのでリセットでーす。だってレベル上がっちゃうもん、嫌だよ、あんまレベル上げたくないんだもん。そういえば皆さん気づいてましたでしょうか、死亡なしで倒すということは予定してたんですけど、今回なんと誰も瀕死になってません。そんな状態で倒せちゃうんです。結局突き詰めればその程度の相手でした。まあ楽しかったけどね。残り上級ジョブあと2つ、なんかブロガーとステラおばさんみたいな名前のやつ、そいつらなんかそんなに強いという話は聞いてないのであんまりやる気はないんですけど、まあいつかやる気出してやろうと思います。まあ、というわけで今回は以上とさせていただきます。ありがとうございました。